ドキドキゴーセカンドが店舗売上 V2 を成し遂げた。まだまだ、成長過程ではあるんですけども、まだ圧倒的な力はないかなっていうので、どうしていけばいいかなっていうのは、まあ、悩みながらも日々送ってるような状態ですね。圧倒的な力を示すにはまだまだ足りない。強い店舗っていうのを意識していかないと、やっぱり崩れていくところもあると思うので、一人一人の成長をもっとこう強くしていかないと。突き抜けた存在になるには個人の成長が必要となる。グランドチャンピオンっていうのに向けて、シャンパン賞であったりとか、個人の売り上げであったりとか、組数一つにしても協力していただいているところ絶対あるんで、そこをないがしろにできないので、やっぱり取るからこそそこで恩返しができるっていう。店舗を上げてグランドチャンピオンを狙う。2017年11月の店舗売上ランキング、第6位、ワンランクダウン、What's up。第5位、ワンランクアップ、ドキドキゴープログレス。第4位、ツーランクダウン、スペード。11月のトップ3はこの店舗だ。代表、万歳高博率いる2年連続最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。代表、結城誠也率いる黄金時代ついに幕開け、ドラゴン。代表、矢吹裕太率いるスペシャルワン、ドキドキゴーファースト。11月の店舗ナンバーワンに輝くのは。第3位、ツーランクダウン、2年連続最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。第2位、ワンランクアップ、黄金時代ついに幕開け、ドラゴン。第1位、3ランクアップ、スペシャルワン、ドキドキゴー